どうも、ウズです。今回は VR、まあ、VR というかもう今 XR って言った方がいいですね。新しい XR ヘッドマウントディスプレイ、メタクエスト3が発売されて、10月10日に発売されたんですけれども、まあ、そういった兼ね合いもあって、改めて XR、楽しめるヘッドマウントディスプレイについてお話の方をしていきたいと思います。はい、これちょっとやりにくいんで外します。まあ、私は PSVR2 をね、しばらく使い続けているんですけど、まあ、過去4ヶ月ほどは人に貸してましたが。ケーブルが煩わしい。はい、じゃあすいません。ちょっと今外したんで改めて話していきたいと思います。そのメタクエスト3なんですけれども、スタンドアロン型ということで、その本体単体でも映像とかゲームが楽しめて、それでいて、PC とね、接続して、PC のヘッドマウントディスプレイとしても使えるっていう非常に優秀な端末なんですね。で、価格の方が今回は 128GB が 74,800円、512GB で 96,800円ということで、まあ、一見高くなったなって感じはするんです。まあ、実際高くなったんですけど、それでも、まあ、それでもですよ。PSVR2 よりはお得感があるなって私は感じてしまうところが大きいです。まあ皆様もご存知だと思うんですけども、ケーブル。PSVR2 は PlayStation 5、専用ヘッドマウントディスプレイとなっております。で、スタンドアロン型、単独では遊ぶことも、映像を見ることもできません。ここですね。非常にここの部分が PSVR2 は価値がね、難しいんですけど、まあ、私いろんな製品をこう動画で紹介している中で、こういったヘッドマウントディスプレイとかメガネ型のディスプレイなども持っているんですね。で、これらの製品っていうのは、スマートフォンやゲーム機と接続してディスプレイとして使うことができます。さらに専用デバイスを接続することによってスタンドアロン型の映像視聴をゲームディスプレイとして利用することも可能なんです。まあ、なのでちょっとこの話をしてるとね、PSVR2 のディスり動画になってしまうんですけど、まあ、辛いんですよ、PSVR2 は。まあ、全部悪いのはソニーですけど。まあ、もちろん PSVR2 ならば、グランツリスモ7とかバイオハザードビレッジとか、まあ、あと RE4 も入ってくるのかな、今後。PSVR2 でしか今のところ遊べないっていうゲームもあるのも事実なので、そういったところでこのヘッドマウントディスプレイを気に入ってる方もいらっしゃるのも事実です。まあ、ただし、現時点で、ちょっとね、メルカリとかヤフオク覗いちゃったんですけど、PSVR2 はだいたい4万5千円からね、5万円ぐらいでやり取りされてますね。だいぶ売りに出されてます。転売ヤーがというよりは、なんか明らかに使ったであろう、中古品として出されてるのも結構見かけたので、まあ、いらないっていう人が増えてきてるんでしょうね。誰もが想定してた、ことを起こってます。では話の方を戻して、メタクエスト3は、ね、メタクエスト3は出たばかりで、どうなのかと。最新端末。まあ、正直、厳しいとは思うんですよ。その普及って面に関しては。現時点におけるヘッドマウントディスプレイで、価格のバランスで言ったら、最高峰のヘッドマウントディスプレイだと思うんですね。メタクエスト3。素直に。特に今回は、現実世界をフルカラーで見ながら、そこにディスプレイとかを置くっていうね、まさに、複合現実、MR って呼ばれるものなんですが、これができること。最近ね、すごい話題になった、Apple の光学デバイス、ビジョンプロっていうのがありますが、ビジョンプロも、あれもまさにフルカラーで周りをこう、現実のね、景色を見ながら、そこにいろんなコンテンツを配置できる、操作できるっていうものがあって、目玉機能なんですけれども、まあ、それを価格的に手軽に体験できるのが、メタクエスト3になってるわけです。そりゃ、ワクワクするでしょ。ワクワクしちゃうよ。まあ、それでも、これらのヘッドマウントディスプレイが普及するってイメージは、まだまだ今の時点では湧かないですね。それ、本当にいるっていう話になっちゃうんですよ。まあ、タブレットの時にもそんな話はありましたけど、私なりにわかりやすく言うと、ヘッドマウントディスプレイがなくても、まあ、例えばこう、モニターとか、スマホですよね。こういったものがあれば、動画の視聴も、ゲームプレイも、パッと出してパッとできてしまう。不便は基本的にないんですよ。まあ、ですが、何か映像を見たいとかゲームをしたいって時に、そこに没入して、そのことをしたいならばいいんですけど、大体の方ってそんなに集中してやるっていうタイミングあまりなくないですか？なので、それらをするのにわざわざこういうヘッドマウントディスプレイを頭に被せて位置調整して、そしてまあ、電源ね、電源先かとかに入れて、で、コンテンツを楽しむ。めんどくさくなるんですよ。最初は楽しいですよ。めんどくさくなる。人間って飽きるからね。
そうすると使用回数も減ってきて、あれやっぱりいらないんじゃねってなってくるんですよね。で、あとは数字的な話なんですけど、これちょっとね、業界アナリストって方のコメントが載ってる記事があったんで、そこを引用させてもらうと、メタクエスト3、2023年、初期は2023年の下半期の出荷予想台数というのが700万以上って予測されてたらしいんですよ、今年の初めに。なんですが、現在はその業界アナリスト、200万から250万台になるんじゃないかってすごい下方修正ですね。されていて。この人が当てにならないんじゃないの？わかんないけど。で、2024年は100万台にとどまるという見通しをされているそうで、まあ簡単に言うと、あんま売れねえだろっていう、その業界の方は思ってるらしいですね。で、ここからは完全に私の話なんですけれども、VR 機器に関しては、もう何年も前からやられていて、今年こそ VR 元年だみたいなね、よく言ってて、まあ最近恥ずかしくなったのか、メディア関係も言わなくなりましたよね。一体いつが元年だったんだろうっていう。そうなるんですけど。でも、これらの機器が、まあ仮に普及するとしたら、このパターンになるはずなんですよ。というのは、インフラです。例えば、XR 機器を使うことによって、学校の勉強、教育、あとは仕事関係、地域コミュニケーション、それらが XR 機器を使うと、より効率的に楽に進められる。そういった基盤が整う状況が見えるんであれば、XR 機器って、もうちょっとね、もう伸びていくんじゃないかなっていうのは思うところがあって。まあ、スマホもそうでしたよね。スマートフォンなんてなんだその機器はって最初思ってたけど、なんかそれがあることによって一つの端末でもう様々なことができる、情報の共有ができる。みんな持たなきゃいけないんじゃないかこれからはって。だからスマホはヒットしたんですが、VR 機器にはそこまでのものはまあ当然なんですけどないですよね。はい。といったところで、今回は XR 機器に関して悲観的な話をしてしまったんですが、私自身はもう本当大好きで、こういった機械のね、レビューとかがあったらもう全然受けちゃいますし、よくやるんですけど。まあやはり日常で体験できない特別な体験ができる端末としては、これほどね、最高なものはないので、人ってね、視覚でどうしてもいろんなものを判断することが多いので、そういう意味では、人を楽しませる最もわかりやすい機器として XR ヘッドマウントディスプレイってあるとは思うんですよ。うん。だから、私個人的にはこの先に期待したい。今は厳しいけどね。はい。皆様はこういったヘッドマウントディスプレイ XR ですね。に関して、思うところなどがありましたら、コメントの方をいろいろ入れていただけると、目をすべて通しますので、よろしくお願いいたします。普段から、ガジェット関係、カメラ、そしてゲームの話をよくする YouTube チャンネルなので、他の動画を見て気に入るところがあったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で。バイバイ。この PSVR2 を手に入れた当初、まあ、やっぱり試したくて、エッチなね、映像を見たんですよ、これで。3D のやつね。あれさ、なんだろうね。あんまりさ、最初だからおすげえって思ったんですけど、なんか盛り上がんなくなってくるよね。パターンが同じだからかな。うん。ちょっとくだらない話しましたけど。そうなんですよ。エロをね、この PSVR2 に求めたんですけど、あんまりそれがいいものではなく感じて、そこも個人的には残念なところだったんですね。いらない話しました。